根津駅は東京都文京区根津一丁目にある東京地下鉄千代田線の駅である。駅番号は C14。単式ホーム一面一線、上下二層構造の地下駅で一番線ホームの下に二番線ホームが設置されている。改札口は一番線ホームのある地下1階の湯島より、忍ばず池方面改札と仙台より、根津交差点方面改札の2カ所あり。 駅事務室は、根津交差点方面改札に併設されている。各ホーム間を連絡するエスカレーターは南北に、各1機、エレベーターは2番出入り口付近と、篠ノバ池方面改札外コンコースを連絡する、ものが1機と、篠ノバ池方面改札付近のホーム間を連絡する、ものが1機設置されている。2018年10月27日より、スイッチ制作の発車メロディを使用している。 曲は一番線が花田より二番線がほっと一息である。2020年度の1日平均上行人員は18,833人であり、東京メトロ全130駅中118位。近年の1日平均上行乗車人員推移は下表の通り。このエリアにはレトロな建物や伝統ある建物が 比較的残されているため、それらを鑑賞する目的で散策する観光客も多い。周辺の、谷中、千駄木と合わせて、屋根線と称される。忍ばず通りとこととい通りの根津一丁目交差点付近に、ある、根津駅前が最寄り停留所となる。東京都交通局及び、台東区により運行される以下の路線バスが発着する。ありがとうございます。